今日はなんか編み込みツイン風みたいな感じにしてもらって、セリちゃんに髪型考えてもらいました。鳥だからヘルシー、ありがとう。やっちんさんハートありがとう。で、なんか涙腺王みたいな波動の選ばれてて、なんかでもさ、めっちゃはずいなと思って。なんか全然他のやつ防御率とかで全然活躍してないのにさ、なんか勝手に泣いてるだけの人みたいな、めっちゃはずい。でもそこのコメント欄にさ、なんかさ、ハルピョンも泣いてたんだみたいなコメントあって、怖いと思った。めっちゃ早いですよ、うん、今日の美女最強ありがとう、嬉しい。なんか昔は鶏肉の美味しさが分かんなくて、お弁当とか出るじゃないですか、いやもう圧倒的ハンバーグでしょとか思ってたんですよ。まあハンバーグも美味しいんですけど、今も。でも最近は魚とか、今日のこの焼き鳥めっちゃ美味しい。ハルピョンのパフォーマンスキレキレでした、ありがとう。なんか最後かなって思ったら、うん、最後の曲可愛かったです、ありがとう。しずくだけど公演前に食べなかった。そう、なんかね、あの公演前になんかどうしてもチキンタツタを人生で一回食べてみたくて、まだ食べてなくて、これまで人生で一回もで食べてみたいなって思ってて、そしたらなんか今日食べたいなって気分になって、マックに行ってチキンタツタ買って食べました。人生初チキン立てた。美味しかった。確かに今日鶏尽くし、チキン尽くしです。美味しかった。でもワンシーズン1個でいいなって感じ。うん、てりたまとかはなんかワンシーズン何回でも食べたいけど、チキンタツタは1年に1回でいい。うん、いや感動しましたよ。でもてりたまぐらいの感動じゃない。でも美味しかったです、めっちゃ。だから毎年は食べたい。うん、てかマックも最近食べなくなってきてるんですよ。うん、
っていうのもあると思う。だから多分てりたまも1年に1回になるだろうし、月見も、ポテト好きそう？ポテトもうお腹いっぱいすぎて今日セット頼んだんですけど、マックでチキンタツタとポテトとあとファンタグレープ頼んだんですけど、お腹いっぱいすぎて、レイちゃん、レイちゃんじゃない、レイちゃんはいややめときますって公演、卒業公演前だから言ってて、レイちゃんにもいるって聞いたけど、レミちゃんにあげました。ちゃんとあったかいままね、あったかい状態のまま食べるって聞いたら、え欲しいですって言われたから、えあげるって言って食べてもらった。うん、好きなだけ食べていいよって言って、えなんでですかって聞かれて、えお腹いっぱいだから。うん、なんか食欲ない、食欲ないわけじゃないけど、お腹いっぱい、ドーナツ食べたからだ、差し入れの。全然優しい先輩じゃないですよ、あったかい方がポテトは美味しいじゃん、だからあったかいものを誰かに食べてもらいたかったっていう、でも自分じゃ食べれないから、食べれる人をむしろ探してたから、もうむしろありがとうって感じ。もうこれ一回だけど美味しいんだよね。明日も公演なの、メイク道具置いてきた、公演好きだからいいんだけどね。一回公演だから朝早くないし、常温の水がうまい、冷たいお茶、めっちゃ冷たい。無理だ、お腹いっぱいだ、やめよう、もうそろそろ。明日の朝いけるよね、やばいかな、まあ匂い嗅いで無理そうだったらやめときます。うん、もういらない、もやし食べたい。冷蔵庫に入れとけばいける？ちょっとじゃあ里芋だけ食べよう、里芋大好きだから。うん、里芋はこの食感のまま食べたい。
私もこれいっぱい。ごちそうさまでした。え、他に、待って、食べといた方がいいもの教えて。しいたけ、焼き鳥、つくねみたいなやつ、れんこん、焼きネギ、もやし、ご飯、煮物の人参、こんにゃく、がんも、れんこん、ひじき。ひじきだけ食べとこう、なんか怪しそう。どれ食べといた方がいいと思う？もやし？わかった、もやしぐらいなら食べれる。生野菜はない、一個も。全部焼いたりされてる。うん、ちょっともやしだけ食べとく。もやしでも鳥の下に敷き詰まってたからさ、取るの大変。ここだけ食べる。明日も公園。左手の薬指の上にもやし落ちた。さんハートありがとう。ともゆきさんハートありがとう。キュルキュルダンスすごかったです、ありがとうございます、嬉しいです。レイちゃまからのリプでした。アシュラさんハートありがとう。私はなんか相互フォローの人からのなんかリプとかだけはツイートっていうかあれオンにしてて通知。そう、そこだけだから通知が来る。もうファンの皆さんからのリプもオンにしてたらもう対応のことになっちゃうから、ありがたいことにもう通知ポロン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 鳴りやまないことになっちゃうので、うん。え、こんにゃくは大丈夫ですか？平気そう。こんにゃくは平気そう。こんにゃくは大丈夫。じゃあいいか。よし。もうお腹いっぱい。こんばんは。プレゼント開封していこうかしら。
じゃじゃん、今日の写真はなんかいい感じに盛れてます。最高。そう、また もらったプレゼントいっぱい。なんか昨日出たからないでしょうと思ってたらいっぱいありました。ありがとうございます。まずこちら、なんだろう、東京でおすすめの場所ありますか。ありますよ。千代田区っていうところにあのドン・キホーテっていうところがあるんですけど、8階、あ、違う、秋葉原にドン・キホーテっていうところがあって、そこに8階あるんですよ。上まで、結構上まであるんですけど、その1階から何階までかはドン・キホーテなんですけど、途中からなんかあれになってて、ゲームセンターになってるらしくて、でその結構上8階に行くとAKB48 劇場っていうところがあるんですね。そう、そこがなんかめっちゃいいらしくて、なんか特におすすめなのは、なんかネットで調べてほしいんですけど、なんか橋本春奈ちゃんっていう子が出る公演がマジで特にいいらしくて。そうなんですよ。ただそう、なんかそうらしくて、なのでぜひぜひ東京でめっちゃ東京でおすすめの場所なので、ぜひなんかね、やっぱね、橋本春奈ちゃんっていう子が出ている時はもう何百倍も楽しい。頑張る。楽しいんだって。そう、頑張る、頑張るね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 、頑張る、頑張る。そうだから、ぜひその子が出てる公演だったらめっちゃ見に行ってほしいかもしれない、うん、なんだこれ、めっちゃ、何これ、なんか汚れてるけど汚れてるけど、何これ、何、なんか中身これなんだですか。匂いはなんか新しいものの匂い。すごい、なんか黄色のモケモケみたいなめっちゃつく。やばい、服にめっちゃついてる。なんですかこれ、わかんないや。なんかなんかモップみたいな黄色のモケモケみたいなめっちゃつくんですけど、服に。なんだろう、なんかです。ありがとうございます。ちょっと一旦モケモケつくんで、ちょっと袋に戻します。すごい、なんか、絶対これ待って新品本当にってぐらい、すごい、なんかめっちゃ汚れてる。すごいよ、まあ、ネット、あ、この袋でもネットっぽいな。だから多分ネットっぽいな、ネットで買ったっぽい感じじゃない、この袋。わかります？ネットってこの袋で届きますよね。めっちゃわかる。わかってくれる？ただめっちゃ黄色のモケモケがつく。ちょっとやばい。白い服だから余計に黄色目立つ。いや、もうなんかわかんない、説明書もタグもついてない怖。まあでも海外のネットの商品ってこんな感じですよね。なんかこれがもう一個あります。そうね、とりあえず洗濯商品名、書いてない、てかタグついてないんだけど、何なんだろう、わかんない。ありがとう。とりあえず一旦洗濯するわ。ありがとうございます。次、あ、レイちゃまのやつ、服もね持ってきたんだけど、服カバンの中だ。
TikTok みたいな感じのあれでした。今日上手の最善にいた女です。覚えてる。待って、上手ってどっち？こっちだよね。あ、ここにいた子だ。なんか横から3列3個目ぐらいにいた子。合ってるかな。めっちゃ目合った。てかめっちゃ目合わせに行った私が合ってる。なんか横から 3か4個目ぐらいにいたよね。3個目か4個目。覚えてるよ。京花ちゃん推しなんだ。レイちゃま推しかと思ってた。ありがとう、来てくれて。やっぱ最善はねもう一個、もう一個別の何なんだ、水筒 0.8 リットル入るらしい。水筒ね、なかなか使う機会なくなってきたからね。すごい、めっちゃ入る。炭酸 OK。 へえ、炭酸 OK の水筒ってなかなかないですよね。私なんかめっちゃ昔なんか内緒で親とか先生とか誰にもないし、友達とかにも内緒でなんか学校に炭酸飲みたくなっちゃって炭酸持ってったんですよね。そしたらそしたらなんかさすがにでもその学校行って一番になんか開けるのもなんかきっと多分通学路とかでなんか振られてるからシュッて言うだろうなと思って、ちょっとさすがになんか人がいないところで開けようと思ってその炭酸入りの水筒をね開けたんですよ。そしたら多分めっちゃ振られちゃってたのか分かんないけどそう、水筒の蓋がポーンって飛んでって、え、本当に電球とかに当たんなくてよかったと思いました。え、もうあれ以来もう炭酸は持っていかないって心に誓った。うん、そう、本当に心に誓いました、マジで。本当に蓋ポーン飛んでたってなったやばかったです。はい、飛びました。皆さん気をつけてください。本当に本当に気をつけてください。水筒に炭酸は OK って書いてあるやつはいいけど、うん、やっぱファンの方と楽すと話すと楽しい。てか今日めっちゃ感じた。やっぱさ、今日マジでパフォーマンスしてて劇場立ってて楽しいなって思った。うん、今日楽しそうだったでしょ。マジ今日の公演はよ、特に定点で見てほしかったな。うん、だってさ、オンデマだと普通のあれだと映んないじゃんそうだから定点で見てほしかった今日で、後からオンデマで普通に顔入りで見てほしかった。そう、今日元気、うん、今日元気。やっぱエイトいいねいや、なんか他のチームが悪いわけじゃないんですよ、別にそういうことじゃないんですけど、全くそういうことじゃないんだけどね。でもなんだろう、え、すごい優しい。この水筒くださった方、ポイント、この水筒にしたポイントは炭酸が OK なことだって。かわいい。そう、なんか別になんか B がどうとかそういうことじゃなくって、やっぱりなんかずっと一緒にこの人たちといたしっていう気持ちはやっぱ強かったりとかして。ごめん、充電ないって怒られた。やっぱりなんかなんだろうね、いや本当なんか10だって10年来とかの友達ってことじゃないですか。
普通に考えたら。じゃあやばくない？小学校越しちゃってるみたいな。ハッツとかともだって6、7年の仲だし、もう小学校丸々一緒みたいな、幼馴染みたいな、ほんとそういうレベルの友達みたいな感じなんですよ、エイトのメンバーって本当に。でしょ、レイちゃんはもう4年だし、4年半って今日言ってたけど、やっぱだからさ、なんかやっぱエイトっていいなって思った。だからそれこそこれからじゃあ AKB48 っていう一つのチームになって、一つだけのグループになるわけだから、そこをねもっと他の今チームが違うメンバーともなんか仲良くできたらなとは思ってます。はい、次、よいしょー、こっちこっちでいいのかな、一旦こっち行くわ。T さんハートありがとう。バラ祭りは予約なしで突して大丈夫？え、大丈夫ですよね。ファンの人にファンの人の質問聞く、めっちゃおもろい。うん、多分大丈夫だと思います。でも今日毛利さんが見に来てらっしゃったんですけど、なんか光の卒業公演の時も見に来てらっしゃったんですけど、今日も見に来てらして、で終わった後に、本当ハルピョンはアイドルだねって言われました。そうですよってなんかダンスが可愛いねって言われて、ありがとうございますって、アイドルパフォーマンスなんで、そうアイドルパフォーマンスなんで、ありがとうございます、でもアウトオブ落ちたんですけどねって言った。めっちゃ笑顔で、アウトオブでも落ちたんですけどねって言ったら、でもダンス可愛いからって言われたから、そうです、私は AKB で頑張りますって。そう。そうです、アウトオブ落ちたんですけどねってめっちゃ笑顔で言っといた。三つ編み良い？セリちゃんにお礼言っといて、じゃあ、うん、バージョン R さん、なんだっけ、ランプ、魔法のランプ、ありがとうございます。でも誰が選んだのかとかわからないですよ、そのあれに関して、アウトオブに関してはマジで本当わからない、うちらも別に知らないし、なんかオーディションだったんだって感じ。そう、私たちもなんかオーディションってことを知らなくって、ダンス審査っていうの言われてなくて、なんかとりあえず2週間後覚えてきてください、
発表してください、ここでそのなんていうのダンス発表してくださいってしか言われてなかったから、落とされるって知らなくて、そう、まあ別に落とされるって知ってたらどうってこともなかったんですけど、別に私は2週間であのダンスあのパフォーマンスをすることができますっていうのをなんていうの見せることしか、そう別に私は落とされない関わらずそこで全力のパフォーマンスをするのが私なので、別にあれであれこれが私ですって言って見せただけなんですけど、だからそしたら次収録します、集められました、落とします、落とされました、えーみたいな感じでした。そうびっくり、そうそうそう、うん。でもそうびっくりしましたけど、でも別になんだろう、うんー、まあこれからも AKB で頑張ってこうって思ったって感じ。もういいのよアウトオブの話は、別にそう全然いい、全然大丈夫、もう残ったメンバーにはマジで頑張ってって思う、それぐらい本当にそう、うん、全然私は私であそこでやりきったし、お疲れ様でしたって感じ。全然そんな感じです、だから何言ったわけじゃないよ、全然え、マジで本当そんだけ本当に何にも、もうスカって感じ、うん、 AKB やっぱだから劇場立ってて本当 AKB 楽しいなって思うし、うん、え、そうなんですよね、テレビ出れたからラッキーって感じうん、インタビューも使ってもらえたからラッキーって感じ、え、本当にそう、なんか確かにあの時はやっぱダンスで、まあダンスで落ちたっていうのもすごい悔しかったけど、まあもともと歌がすごく苦手だから歌まで行かなくてよかったって思いますはい、歌まで行ってたらもっとなんか叩かれてた気がするから、うん、むしろね、そうです、全然マジでそんな感じ、え、めっちゃなんか切り替えてるわけじゃないけど、めっちゃ切り替えてます、アウトオブの去り方、橋本さんが一番礼儀しっかりしててかっこよかった、え、そんな去り方とかあった、なんかあったっけそんな去り方、
なんか礼儀正しく去ってました、ありがとうよかった、そこは見てなかった、もう全部見てよハルピョンの、はいダメはいダメ、あ退出してください、あそこか、退出してくださいって言われてたところ、全然あれだわ、フルで後で見とくフルで後で見とくね、ありがとう、お手紙読みながら喋ってた、すごいD さんハートありがとうございます、アシュラさんなんだっけそれ、ランプありがとうございます、配信終わったら見てくる、うんそうして、あれは逆に言えば AKB らしいっていうメンバーってことでもある、え確かに、なんかでも本当ゆきりんさんがなんかアイドルらしいダンスをする子たちがやっぱ今回は残念だったなっていうのをみたいな話をされてて、そうなんかそれをゆきりんさんにやっぱさ、ゆきりんさんにさ言われるとさね嬉しいなって思いますよね本当に、だからそれはあの時聞きたかった、落ちたって分かった時そうゆきりんさんにそう言っていただけて、前もねそうやってゆきりんさんにあのダンスがアイドルっていうのを言っていただいたんですけど、やっぱゆきりんさんにそうやってアイドルの中のアイドルみたいな人の方からそうやってアイドルダンスっていうのを言っていただけたら、もうなんかありがとうございますって気持ちですほんと、うんアイドルだし、今日も桜みんなで食べた誰よりアイドルでやろうと思って、てか全曲は誰よりアイドルでやろうと思って、ただ中盤そう中盤曲はなんかもう一人だけゴリゴリなんかもう意味わからんぐらいゴリゴリでやったろうと思って意味わからんぐらいゴリゴリでやりました何でしたっけ、ちょっと待って、プレゼント紹介がまだ終わってないの、うん、まずこちら、あれこれストラップ、携帯の、嬉しいありがとう、大好きなの携帯ストラップ私すぐ使っちゃうのだから、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、いつでも使う、そしてカチューシャ、嬉しいマジ、え待ってめっちゃ可愛い、可愛すぎる、これなんかちょっと大人な感じのカチューシャね、めっちゃ可愛いじゃん、あいいじゃん、めっちゃ可愛いじゃん、これ1本目とちょっと今ここに三つ編みがあるからつけるとこがちぐはぐなのでちょっと変な感じなんですけどごめんなさいね、あとあ待って引っかかりました、あ引っかかりました、あともう1個はこれ、めっちゃ可愛くない、めっちゃ可愛い、最高ありがとう、あ引っかかりました、あ無理です取れないです、助けてもらっていいですか、すいませんすいません助けてもらって、あ取れました、ありがとうございます、かわいい、ありがとうカチューシャ、
まだある。シュシュっていうの、ゴム、シュシュっていうの、このここのポニーテールとかした時に、じゃあそれこそこことかのゴムのところにこうやってシュンってつけるだけで全然可愛い。これをポニーテールとかにしたらめっちゃ可愛い、最高。あ、もう一個ある、白いやつ。え、可愛い、見て、え、可愛い、最高、ありがとう。これで劇場出たい。で、あとはネイルシール、やった。ネイルシールめっちゃ使うんで、すごい、お花とか蝶とかなんか大人っぽい、私は買わなさそうなやつ、嬉しい、ありがとう。絶対貼る、親指とかなんかいろんな指に貼ります、ありがとう。バンザーイ。よいしょ。一旦外しとく。ちょっとね、それこそ14、16、17の公演でさ、プレゼントをいただいてるのがさ、ちょっと溜まってる溜まっててさ、ちょっと一旦ね、この整頓しとかないとね、そう、ぐしゃぐしゃになっちゃうから、私全然片付けられない人だから。そしてまだあるよ。あ、ミッフィーのシュシュ、また別、かわいい、嬉しい、めっちゃかわいい。なんかさ、こうやってさ、みんなからさ、アクセサリーとかさ、なんかさ、あの、何でしたっけ、服とかいただいてさ、なんかお話し会でさ、つけようって思うんだけどさ、私お話し会人気じゃないからさ部数が少ないからさ、そう、に、まあ、日程はみんな一緒なのか、そう、なんて言うんだろう、あの、そのなんていうか、あれなんですよね、そのみんながくれるのとお話し会の回数が合わないからそう、なんかもうこれお話し会でつけたいと思ってもつけれないとか、お話し会がないみたいな感じそう、だからお話し会したいです、また。着圧ソックス、嬉しい。え、これつけてお風呂入れば水圧と着圧でダブル足すっきりだって、すごっ、やば、そんなことあるんだ。え、しかもさ、嬉しいこと言っていい？めっちゃ嬉しい。私この着圧全然ね、あのね、それこそ大事だと、太ももも、ね、大事だとは思うんだけど、なんか普通にそのなんて言うんだろう、寝るときは太ももまでの着圧ソックス全然履くんだけど、ただそのなんて言うんですかね、お昼とか昼間とかにさ、着圧ソックス履くってなったときにさ、太ももまであるとさ、マジ血流悪くなりそうじゃん。そうだから履かないんですけど、これはちゃんとハイソックスバージョンとオーバーニーだから2ハイソックスバージョンなので、あのなんかもうちょっと辛いなって思ったらいつでも脱ぎ着できるやつ、やっぱね、こういうのが最高なんですよ。ありがとうございます。しかも普通の靴下としても履ける、絶対。本当はダメなのかもしれないけど、血流悪くなりそうだけど履いちゃう、私は。ありがとう、前も言ってた、ごめんごめん、前も言ったかも。でも本当に本気でそう思ってるってことです。あとはこれ、じゃじゃーん、なんかクラッカーなんだって、誕生日の時に使えるよってやつらしくて、そう、でもちょっとだいぶ散らかるらしいのでちょっと考えますちょっと考えます。でも使いたい、かわいい。なんか見て、中にねポンポンプリンとか入ってる、フレークシール、シールが入ってる、かわいい、めっちゃかわいい。マイメロちゃんとかもいる、キキララだ、めっちゃかわいいんですよ。でも絶対散らかるやんこれ絶対散らかるやん。キキララが中にシールで入ってる、
まあ、誕生日の時に使うのかこうやって見せるだけかちょっと分かんないですけど、私最初今これ見た時あれかと思った赤ちゃんのなんか大丈夫ですかってキラッなんかカランカランカランってなるやつかと思って最初思ったんだけど違いました。お手紙にクラッカーですって書いてあったということで以上、ありがとうみんな今回もたくさんプレゼント、とっても嬉しい。お手紙もいただきましてありがとうございます。読みます、しっかりと。ということでありがとう、またこれはこれでいいか、またありがとうございます。今日はすごく楽しくて公演、今日もなんかそのツイッターの ALT みたいなところにも書いたんですけど、なんかハッツが今日初めてのポジションで久しぶり1年半ぶりとか言ってた静岡公演だったらしいんですけど、ツイッターの ALT にも書いたんですけど、ハッツが本当隣にいたからなんかなんだろう、ダンスがまずハッツってすごいじゃないですか、すごいなんかバキバキな感じだから、なんかいつもそのささみゆきリグレットはすごいたくさん褒めてくださるんですよ皆さんが、なんかハルピョンかっこよかったよっていうのをすごい褒めてくれるけど、なんか絶対なんかハッツ隣だからなんかハッツに食われるなと思ってそうやっぱハッツダンスがすごいからハッツに食われるなと思って、今日はもうなんかハッツよりもゴリゴリで行こうみたいな、そこが一番の今日のモチベーションで、そうなんかいつもよりゴリゴリに踊りすぎて気持ち悪かったかもしれないんですけど、でもすごいなんか自分踊ってるなって気持ちで踊ってましたまあ食われるっていうのもあれなんですけどね、あのささみゆきリグレット、ほんとハッツがセンターなんで、あの曲ハッツのポジションなるちゃんとかひなことかあそこのポジションの人がセンターなんで、そうなんですよ、なんかあれなんですけど食われるんじゃないんですけど、そうじゃないんだけど、でもハッツがいて隣にいたからなんかいつものなんかハルピョンのゴリゴリじゃなかったねって言われたくないと思って、今回もハルピョンゴリゴリで行こうと思って、そうとアンチもそうかな、ゴリゴリで行こうって思って、でアクシデント中はなんかそのなんだろう、ちょっと可愛い表情も見せつつ、でもなんかなんかなんて言うんだろう、せっかくその中盤曲っていうなんかちょっとかっこいいところに入ってるじゃないですか、だからなんかちょっとかっこいい感じも出しつつ、なんかちょっとお姉さんみたいな感じで今日は踊りました。楽しかったです、めっちゃ。やっぱね、エイト公演いいね、うん、エンドレッドさんハートありがとうございます。オンデマ多分ね映ってないと思うごめん、映してほしかった、私もせっかく頑張ったから。うん、お、今日の集合写真漏れてるぞ、いいねいいね、漏れてます漏れてます、どれ使っていただいても漏れてますあの
携帯で終わった後に携帯で撮っていただいた、スタッフさんのね携帯で撮っていただいた集合写真漏れてるんで、よかったです。ああ VR だったら見れるかも、確かに。VR で私も見たい。メンバー特権ってありますか。でも雫はマジで覚えてました。全然なんかその前日の15日の夜にチャマとレミタンとハッツと時々カレンのメンバーで一緒にやったんですよ、雫公演を。したらなんか意外とめっちゃ覚えてて、私はそのなんか多分みんなはそのリハの参加するときにみんな多分その立ち位置表とか見たりとか映像見たりとかダンスのね映像見たりとかして多分来てるんですよ。でも私はもう何も見ずに何ヶ月前の記憶で行けると思って、まあ、一旦行ってみて無理だったらその夜中にやればいいと思って、そう行ったら全然覚えててめっちゃで、今日の朝はそれこそ全然覚えててで踊れたし、今日の朝は普通にみんなとね配信中に立ち位置も確認したりとかしてたし、公演の前にリハもハッツがねシンポジーだっていうのもあったり1年半ぶりだっていうのもあったり、結構みんなも久しぶりの公演だった、雫公演久しぶりだったからみんなじゃあ全曲通そうってなって全曲一緒に通したんですけど、そうそうそう、だから実質2公演やりました。でも全然一個も間違えてないマジで、うん、一個も間違えてないよ多分。記憶ないだけで間違えてるかもしんないけどリハの時にそうちょっと立ち位置一個だけ間違えちゃったのはちゃんと本番では直したから大丈夫。うん、本番では一個も間違えてないと思います。今日の楽しかった本当。わあドッポンタイムやろうと思ってたのに忘れてた、明日の昼やるね。明日は昼間にちょっと割と長めに配信すると思います。ちょっと夜できるかできないと思うので、昼間に配信します。てな感じで今日も一日お疲れありがとう。ランキング読みます。お、岩佐さんからいいね来てる。明日も公演だよそうなんだよね本当にやば、体力ゼロ体力ゼロなんですけど頑張ります。でもなんかみんなにあれって言ってもらえてよかった、今日キレキレだったねって言ってもらえてよかった、なんか嬉しい、普通にちゃんと嬉しい、ありがとう。ぜひあれとかででもいいんで、ツイッターとかででもいいんで、また書いてください。
よかったよ、アルピオン最高って。ということでランキング読みます。1位、 D さんアット明日も公演ファイト、ハート投げすぎて腱鞘炎になりそう、やめてください、ならないでください、大事にして尻尾上げる。2位、サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。4位、ともゆきさん、ありがとうございます。5位、トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。6位、すみちゃんアット4ハッシュタグピョンに届けこの思い、え、何これ、ハッシュタグ調べたらなんか出てきます、そんなわけないかちょっと調べとこう後で。7位、マックミックあととってもいい公演でした、ありがとうさん、こちらこそありがとうございます。8位、エンドレッドあとピョンズさん、ありがとうございます。9位、アシュラさん、ありがとうございます。10位、くじのだいごさん、ありがとうございます。11位、 AKB おじさんさん、ありがとうございます。12位、たけにーさん、ありがとうございます。13位、りょうさん、ありがとうございます。そして本日の、今日はじゃあチームエイト公演だったのでラッキーエイト、88位はジョンソンタムタム、ジョンソンタムさんです、ありがとうございます。そして集合で、はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5698人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表アルピョンこと橋本春菜でした。また明日レイちゃまの話、お昼の配信の時にしたいと思います。ということでまた明日、ありがとうございました。お風呂に入って寝ます。おやすみなさい、バイバイ、またね。おやすみ。